こんにちは、萌えです。今回は私がアクリル絵の具で絵を描くときに筆で描くものと、エアブラシを使うとき、それのですね、使い分けをお話ししたいと思います。で、今回使っている絵の具なんですが、普通の今はね、筆で描いてるところは普通のアクリル絵の具です。で、そのアクリル絵の具はこちらのターナーさんから出ている U35 とかですね、あとはアメリカのブランドのゴールデンっていうこちらの絵の具とか使ってます。他にもですね、ホルベインさんとか、あとはそれもアメリカのブランドのリキテックスとか、ちょっと安めのアムステルダムってやつとか、いろいろね使ってます。この辺聞いたことあるようなブランドのものは安心して使えるかなっていう感じです。安心してっていうのは質的にですね、問題ない感じです。で、あんまり聞いたことないすごく安いアクリル絵の具っていうのはちょっとおすすめしません。私も何回か試したことありますけど、やっぱり色の濃さが違うとかですね、結構あるので、その辺は、ちょっと前に出している抽象画とか、そういうあんまり濃くなくてもいい時とか、たっぷり使いたい時、そういう時用に使うといいかなと思います。ただこういう風にちょっと写実的だったりとか、はっきり色を出したい時には、なんかこう知れてるブランドの方が安心かなっていう感じです。で、今回はエアブラシと筆の使い分けなんですけど、今はですね筆で描いていますが、これ後半ではエアブラシを使っていきます。で、もちろんエアブラシを使わなくても筆だけで全然十分描けるんですが、私がエアブラシを使うときはですね、グラデーションをもう少し柔らかい感じにしたいときとか、こうスプレーで描いた感じとかですね、そういうのにしたいときとか、筆のストローク残したくない時、またわざとぼやけた感じにしたい時とかですね、あとは立体物に描く時もエアブラシ使うことが多かったりとか、均等に塗りたい、あとはスピードをね上げたい時とか使ったりします。で、仕上がりも結構好みとかですね、仕上がりの種類によって分けて使うといいかなと思うんですけど、ちょっとグラデーション入れたいとか、ハイライトをふわっと入れたいとか、影を入れたいっていう時はエアブラシ結構おすすめかなと思います。で、以前ですねエアブラシの話をした時に、デメリットとして境界線というかエッジがはっきりしないって言ったんですけど、それもですね、はっきりさせることももちろんできます。パキッとさせたい、スプレーっぽい感じを出したくない場合は、マスキングテープで貼ったりとかですね、そういうこともできるんですけど、スピード勝負の場合、時間を短縮させたいからエアブラシを使っているっていうことが私の場合多いので、そういう時にマスキングテープを貼って切ってっていうのをやっているとですね、それだったら筆で描いた方が早いかなっていう時があるので、そういう時はね筆でやります。なので、ふわっとさせたい、仕上がりもふわっとした雰囲気でもいいっていう時とか、最後の影だけとかハイライトだけっていう時に使うことが多いですね。なので、私の場合なんですが、時間短縮に使うっていう感じですね。で、今エアブラシに移っているんですけど、ある程度普通の筆で描きました。で、ここからどんどんエアブラシで仕上げていくんですけど、今回はね、最後の仕上げもエアブラシにしました。なんとなくこうふんわりした感じの雰囲気にしたかったのでエアブラシで描いたんですが、これも最初からエアブラシで描いて最後まで全部エアブラシで描くっていうのでももちろんいいと思います。私もそういう絵もねあります。なんですが、もともとアクリル絵の具で描こうとしていたものを途中でエアブラシで変えるっていうこともあるし、いろいろですね。で、この場合は途中までこれで描いて、あと仕上げをさっとエアブラシでしようかなと思って、そんな感じでやってます。で、このエアブラシ、ちなみに私が使っているのはアネスト岩田というエアコンプレッサー、結構大きいエアコンプレッサーがあるんですけど、それ
とヘアブラシのこの先のところもね、ハネスという綿のものを使っています。ちょっとね、まあまあお金がかかるので、がっつり仕事で私は使うんでいいんですけど、ちょっと趣味でほんの少しだけ使ってみたいっていう方はですね、もうちょっと安いのでもいいかなと思います。あとはこうプラモデルとかそういうのにスプレーで塗ってみたいっていう方も、ここまでね本格的なのじゃなくてもいいんじゃないかなとは思うんですが、ちょっと私も比較できる他のもの持ってないので何とも言えないんですけど、ちなみにこのアネステ岩田のエアコンプレッサーとこのエアブラシはめちゃめちゃいいです。おすすめです。で、今描いてるのはですね、青い水色のプルメリアを敷き詰めた絵にしてるんですけど、この色もですね、まあエアブラシなので調整して色を作ってから、このエアブラシのこのタンクみたいなところですね、ここに入れて使っています。ちなみに今回使っているエアブラシはこちらのホルベインさんから出ているアクリリックインクというやつを使っています。これめちゃめちゃ優秀なんですよ。一回私使ってからハマってずっと買い足してるんですけど、すごくね濃度が濃いけど粒子が細かいので、このエアブラシでも使えるし、あとはなんかフェルトの筆みたいなのがあって、マーカーみたいなやつね、それの空のケースが売ってるんですよ。で、その中にこのインクを入れて使うっていうこともできます。なのでなんかポスカみたいな感じに使うこともできるっていうやつです。で、これもですねメタリックカラーとかいろんな色出てるので試してみるのも面白いかなと思います。で、エアブラシ使うときはしっかりあのマスクとかガスマスクみたいなやつとか換気をしたりとかして気をつけてやってください。で、あとですね、これもう本当に目に見えないぐらいなんですけど、このね色が飛び散るというのか空気にね飛んでるんですよ。なので本当にあのその色をね吸っちゃうので気をつけてください。で、これもあの気づかないうちに、これいろんな色使ってると、このアトリエのね床とかテーブルとかそういうところを掃除した時に拭くと色がつくんですよね。全然目には見えないんですけど、白いこう布巾とかでこう拭くと、例えばこの青を使った後だったら青くなります。なので目に見えないぐらいなんですけど、結構ね飛び散っているので、大事なものはあんまり置かないようにした方がいいかなと思います。色がね自然についちゃうので気をつけてください。で、他はですね、まあ、あのこのエッジですが、こうやってね私もちょっとくっきりさせたいところは慎重に線を濃くして描いてるんですけど、これもねどれぐらいはっきりさせたいかとか、どれぐらいふんわりさせたいかによって描くところの距離、キャンバスとそのエアブラシの距離もですね変えていったりとかすると、あとはこのトリガーの部分ですね、吹きつけるインクの量、これで調節していきます。で、なかなかこれも難しいので、皆さんこういう絵、大きい絵を描く前にですね、いろいろ練習してみるといいと思います。ちなみに今回使ってるのは、ウッドパネルにジェッソを塗ったものの上に描いてます。これもね、キャンバスも普通の布でもいいし、こういうウッドパネルに描いてもいいので、ぜひぜひ皆さんね、ちょっといろいろ描く画材の種類を変えて楽しめたらいいなと思います。もちろんエアブラシ、私はこう速さ重視で使ったりするって言ったんですけど、それじゃなくてただただ綺麗な絵を描くために使うことももちろんあるので、ぜひね皆さんも試して素敵な絵を描いてみてください。で、これがね進むとこんな感じになりました。いかがでしょうか。ちょっと敷き詰めたプルメリアの絵を描きました。結構私の中で珍しいお花の絵だと思うんですけど、こちらはですねオーダー作品として描かせていただきました。ありがとうございます。皆さんもエアブラシについてとか、アクリル絵の具についてとか何か質問があればですね、コメント欄に残してもらえたらと思います。ということで、この動画いいと思ったらいいねボタンもよろしくお願いします。ではまた次の動画で。
バイバイ。